コーチのストレス緩和でパフォーマンスアップ。だ、陸上世界選手権女子やり投げで金メダル獲得の北口春香、25イコールジャルを指導するチェコ人のセケラクコーチに大好きなキャンディー、ハイチュ中を送る計画が進んでいることが28日分かった。同コーチが生中継のインタビューで発した、ハイチュ中2タイムスとのワードが SNS でトレンド入り。 同商品を扱う森永製菓の広報担当によると、社内でも盛り上がり、社長ら幹部クラスも話題を把握。担当部署がお祝いとしてフレーバー、味を調べた上でプレゼントできたらと考えています、とした。北口は、コーチはストレスを感じると配柱が異常なスピードで口の中に入っていく、と説明し、世界選手権では2粒ではなく2本のパックが空になったという。 世界女王としてストレスフルな試合が続く北口にとって、二人三脚で歩むコーチの精神安定はプラス材料。来月のダイヤモンドリーグファイナル、米オレゴン州、初制覇へ強力な広報支援になりそうだ。